まもなく NMB48 のリーダー山本さやかさんによる記者会見が始まる模様です。あ、山本さんが会場に現れました。本日は私 NMB48 山本さやかのためにお集まりいただきありがとうございます。今回は改めてということでもないのですが、一度しっかり謝っておこうと思いまして会見を開かせていただきました。謝罪の内容を早く教えてください。皆さんに謝らなければならないことなんですけれども、はい、集合写真やライブの写真がいつも不細工ですいません。あら、そうなんですね。これは自分では自覚していたということですね。ずいぶん前から自覚しております。最初に気づいたのはいつだったんですか？はっきり教えてください。そうですね、いつでしょうか。いつなんですか？一番初めに、ステージ上で全員で集合写真を撮った一番初め一番初めちょっと詳しく覚えてないんですけれども、ええ、なんか髪型が崩れてるとかだったら分かるんですけれども、はいはいはい、顔自体が崩れてるみたいな。めちゃくちゃやん、アイドルでしょ。とこがありますね。でも普段はまあまあ可愛いから気にすることはないじゃないですか、うん、なんで今になって会見を開くんですか？売名行為じゃないですか？いやいやいや、やっぱりアイドルというものは常に可愛くないといけないと思うので、うん、静止画なんて特に新聞などでは多く使われます。そういった時に、うん、ひどい顔をしている写真を使われてしまうと、うん、こちら側としても困りますので。写真集出してましたよ。写真集は決めのカットが多いものになりますので。そうなんですね、はい。推しメンにしているファンの人たちにも一言お願いします。皆さんやはり私の可愛いところだったりとかが見たいと思いますので、うん、私もできる限り綺麗に写る努力はしたいと思うんですけれども本当に皆さんこの度は申し訳ございません。それでは他にも集合写真やライブの写真が残念だというメンバーがいると思うので、一人教えてください。小笠原真由です。